あ、おはようございます。おはようございます。はい、ダイエット誌の昼間です。今日はですね、盆栽世界さんとの、はい、コラボ第4弾、編集長の篠宮さんに来ていただいております。はい、お久しぶりです。はい、お久しぶりお願いします、はい。今日来てるんで大丈夫です。はい、コラボ間違いない。で、今日はですね、所沢の巨匠。はい、巨匠。巨匠だなんて、あれしたんじゃ困るよな。籠宮さんにですね、はい、お宅にお邪魔してですね、盆栽の木を見せていただいて、でまた次回ですね、針金掛けの方をご用意いただこうというふうに考えています、はい、それからですねもう一人生徒役ということで今日は女子大生役の新藤君子さんに来て女子大生役で今日は、はい、籠宮さんの生徒役ということで、はい、来ていただきます。またわちゃわちゃと。はい、ちょっと盆栽研さんとは、最近ね、はい、家が近いというだけの関係ですから。はい、勉強させていただきます。はい、この辺が、このサイズですよ。これです。あ、これもすごいですね。あ、これすごいです。すごい、すごい、すごい、すごい。はい、はい。すごいですね。すごい、すごい。なんかこの、木を作るときに、なんかやっぱ全部サイズちっちゃいじゃないですか。はいはい。それなんでそういう風になっていったのかなっていうのが気になるんですけど。結局このサイズっていうのは、はい、まだみんなほら手がけてないじゃない。そうですね、珍しいですね、うん、このぐらいのサイズ。それでこのぐらいのサイズの素材ならあるんだけど、はいはい、このサイズでないっていうことは挿し木して3年ぐらいのものを購入してきて、それに針金かけたのがこういう小さく畳み込む、うん、昔で言えばタコ作り。タコ作り、ええ、タコっていうのは足がほらくにゃくにゃするじゃない、はいはい、してるじゃない、それをあれしたと思うんだよね、うん、ここに魅力を感じたから作ってたってことですね、うん、作るのもすごいんですけど、またそのこの鉢で持ち込んでるっていうのが、うん、そうですね、維持ですよね、するのがこれ辺がだから志水さんの鉢ですよね、す、ええ、原さんの鉢、これもそうなんですよね。なんか仲良し仲良しって聞いてます。すごい。どうですか、篠子さん。いやすごいですよ。盆栽を始めた頃、まだ全然わからなかった頃に、うん、からちょっと知り合いというか長いんですよね、はい、お付き合いは。君ちゃんとはもう結構そうですよね、うん、10年とは言わんけど、そのくらいですかね、うん、そのぐらいにはなるね、はい、その全然わからない時から教えてくれるんですよ、うん、もう何でもかんでも、はい、友達みたいな感じで、うん、仲良くしてくれるんですけど、ちゃんとこういう辺も教えてくれて、いい先生です。いい先生まあ結局ほらこういうものがさ、世間一般にもっと広げたい、うんうん、だそうですね、うん、そうすればもっとね、若い人たちも利用して作るんじゃないかなと思って、はい、うん、マンションとかでもできますもんね、これだったらマンションとかでもできる、できるしね、うん、こんなちっちゃい、ね、ポケット入っちゃう。お、誰か止めてください。これすごいじゃないですか、これも。それはね、もう15年ぐらい前にかけた木なんでね。へー、これでも太ったんですよね、うん、すごいですね、これ。この鉢でですか。そう、まあ、なかなかほらこういう小さい鉢に入れちゃうと太りも鈍るじゃない。そうですね、うん、そんでもって一本徒長枝を走らせば木も太ってくるからいいんだけど、なかなかこういう小さい木でさ一本ずっと走らすのもなんか気になっちゃってさ。そうですね、だからここは正面だよね。こっちですね、うん、いや、ここら辺ですか、うん、あ、ここら辺ですね、はいはいはい、そうですね、ここですね、うん、ここが正面。はい、ここ正面。鉢にもう入ってそれで作っておられるから眺めててもね楽しいですよね、うん、まあ本来このサイズで化粧鉢に入れるより焼き締めの鉢に、はい、寄せ鉢に入れた方が木がどんどん出来上がりが早いんでね、うん、うわそれがね、これそれが8年ぐらい前に作った木。あ、すごいですね、これ辺どこ見ても面白いですね。これは篠宮さんも知ってると思うんで、これもう篠宮さん覚えてない。わあ、ここら辺の痛み気もね、これもう大きいんじゃないですか。大きいのね、手放す可能性があるんで、大きいの見つけてるんです。大きいの見つけてる。これちょっと大きいんじゃないかな。ちょうどいいよな。ちょうどいい。もうちょっと大きいのかなと。こちらですから。そうですね。篠宮さんね、ちょっと大きいんじゃないかなと思う。狙ってるな。狙ってます。いやそれはね、もう足元からずっと曲振ってさ、ここのところ本当に
タコ足がさ、はいはい、ぐちゃぐちゃしてるっていう感じの木だから、これもともと細いってことですね。細い木をこう畳んでってこう塊にしてるってことですね。そうそう、うん、畳んで一回どうやって太らすんですかね。そう、一回一回緩める、太らせてからちっちゃいの、ほらこのぐらいの細い木でこういうふうにあの作り込むからこれなんだよ、うん、初めは。あ、でもこれはもう入れちゃってるんですね、化粧鉢にね、うんうん、もうこれ以上も太らせなくていい。これ文人、うん、文人っていうのはさ、うん、あんまり太るより、あの柔らかく作った方が、はい、らしいじゃない。そうですね、まあ、このぐらいの太さのやつを畳むってことですね。そうそうそう、はい、ただこういう文人作りもあるってことですよね。あるあるですよね、うんうん、ただほら文人っていうのはこれもほらこれわこれはいい、ちょっと飾りづらいじゃない。これはもうかっこいいですね。これかっこいい、これ私のツボですね。そうですね、これも大きいですね、ちょっとつばつけられてちょっとこれいいですね。面白いけど、あーこれはいいや。だ削ってこういうね、板引きでからさ山木風に、うん、まあ我々じゃあもうこのぐらいがな現在、ね、これ板引きの作り方っていうのはあれですか、うん、なんか両脇2本削っとくとかなんかあるんですか、順番。いきなり真ん中削っちゃうんですか、うん、別にこの太さなんだけど、結局初めからこうに曲がってないから1年ぐらい、ま、はいはいはい、あの針金かけて曲げて1年ぐらいあれしてからねじった癖をつけといてってことですね。癖をつけてしっかりあのついた後に、ここにこれはいっぺんにやっちゃうんですか。そうそう、いっぺんに。およく片面だけやってまたここに行ってありますけど、結構大丈夫ですね。大丈夫なんね。あ、これは一つ参考ですね、うん、でもそんでシャリをつけるには、あの6月頃、ああ、はい、剥きやすい、うん、水をあげてる時にシャリをつけるのが一番、はい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 、下の方からカッターを入れて、引っ張ればずっといっちゃうからさ、ね、ただここまで来たら少し、少しずつこっち持っていかないと、はいはい、いっぺんにずっと上まで行っちゃうからさ、はいはい、そこのところ注意しないと、はい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 、針金かけはでも一緒にやると危険じゃないですか、その6月って。針金かけはやっぱし今自分、10月から2月までの間の方がベストだよね。あ、じゃあよかった、うん、あの会いました、会いました、これでやっちゃえよって言われちゃうと、はいはい、会いました。まあ、いつでもかけられるんだけど、やっぱし後々の管理が難しいんじゃないかなと思うんだよね。俺はあの大体10月から2月の間、あ、じゃあもうベストですね今はね。そうですね、はい、シャリを剥くのは6月だけども、うん、針金かけは10月から2月、うん、だから一番好きな木、みんな好きな木をはい、あれしてんだけど、はい、やっぱり寒い時期だから、うん、表じゃほらできないじゃない。そうですね、うん、ド S ですね。ド S ですね。ド S? ド S ね。違う、何で、何、いやいや、ド S ですね。すごいの、ド S、 あ、状態良いこの辺大きいですよ。ああ、本当だ、あ、そこも面白い。これなんかすごくないか。ああ、それすごい。あ、これ、あ、これも見たかもしれない、前回。みんないい鉢に入ってるからね。うん、あ、これ面白いですね。このサイズでこういうのね。ね。うん、やっぱ鉢もすごいですよ。いいやつですか。ね、いいんじゃないですかね、これ。ポーセーさん、うんうん、どれでも飾れますよね、これね。うわ、すごいですね。すごい。原型がわかんない。ね、だからこれも一つのこっちに枝があったってことですよね、多分じゃないんですか、わかんないけど。そうそう。ですよね。それでそれが一つの。それはね、挿し木した木なんでね。ああ。これ、うん。そんで陣になってる方が根が張らなかったもんで、鉢あげるときにそういうふうにあの陣にしたと。あのくっつけたわけじゃないってことですよね。いやいや、うん、ね、狸じゃないんですよね、うん、だからここに芯があって太ったんですよね。で太らしたやつを、だそれも一つの鏡宮さんの作り方だってことですよね、うん、なるほど。いらない木を伸ばして太らして、その中に一本狸があるんだよ、見分けられるかな。クイズ、クイズ、狸を探せ、狸を探せ。あ、当たったらもらえる。あ、当たったらもらえる。これです。当たった。当たった。これかっこいいじゃないですか。
ね。でもこれポケット入んないですか。いやこれあてかね、これ前回聞いたんですよね確か。あ、そうなんですか。うん、でもすごいですね。わかんないわかんないわかんない。5、6年は経ってると思うんだよ、半期作ってから。だからだいぶあの太り始めてきてる。はいはいはい。これはあれですか、釘とかなんか何も打たないです。寄せて寄せただけ。寄せるってより初めに、タヌキの方の木を、はいはい、あ、こっちの枯れたやつね。あ、枯れた方、これこれ、うん、これをこっから向こうへ持っていくのに、はい、ルーターと広告で、あ、彫刻刀で削って、はいはいはい、あの深く溝を作るわけ。あ、はいはい。そんで溝に埋め込んで、あ、その時は何もし、あ、一応仮で縛るん、あの針金で一応そうですね、縛っといて、そうするともうこれだって5、6年ぐらい経つのかな。あ、だいぶ太ってんだよねこれが。太ってですね、うん、太って丸んですね。あの釘打って止めちゃう人もいるんですよね、うん、いるよね。で釘は深めに釘刺せばこう、ま、巻いてきちゃうんで、うん、はね、離れないってことですよね。それでもね、多分溝に入ってるから、うん、ただ溝に入ってるから、この木がさ、太ると、割れる、口開いちゃう場合あるよね。あ、こっちが、シャリが、あ、うん、はいはいはい、なるほどなるほど。腐らないもんですねこれね。うん、やっぱし溶合剤ちょいちょい塗ってあげてさ、手入れしとかないと、はい、枯れた木だから、要は、だから水なんかに弱いじゃないですか。はいはい、そうですね。これも面白いですよ、どこ見てもね、うん、これも面白いですし、タヌキのこの成功例みたいな、うんうん、そうですね、あんまり見ないじゃないですか。ないですね。昔は多かったんだよねこのタヌキっていうのね。こういう彫刻ね、ヤマキっぽい自然の彫刻がなかなかできないんですよね。みんなこう単調になっちゃうんだけど、こういう穴を掘ってるようなやつとかね、こういうのヤマキっぽいです。そういうところは自然さを出さないとね。それができないんですよね。味が出てこないじゃない。うん、ね、こういうのだってこう曲ついてますもんね。このね、まっすぐじゃなくて少しこう変化つけて、そういうのでも強制的に削るんですよね、少しこういう。そうそうそう、まっすぐじゃ面白くないから、うん、そうルーターでさ、削ってあげて。 そうですよね。だから必ずしもこの木の繊維に合わなくても、あ、全然問題ない。そうですよね、うん、あ、だからそういうことを聞ければということですよね。岩鶴梅、うん、でも岩鶴梅もどき、このサイズは最近だ。いいですね、曲はね、どこでもいいのすごいありますよね。ありますよね、この辺のやつとか。あ、これもね、すごいですよね。鉢もすごいですね。これなんかも、これ何ですか。それも同じだ。同じですかね、岩鶴梅。かわいいですね、鉢が。鉢はどなたでしょうね。なんか、あ、秋夫さんの鉢だ。秋夫さん、反応に高橋秋夫っていう人が、いたんだけど、亡くなっちゃって、その人が元気な時は町野さんと仲良くて、町野さんと、はい、町野さんから結構教わった、これもすごいですね。バラ、バラですかこれ。バラ太いですね。ちりめん、これですごい。ちりめんもぜひ。ちりめんも、ちりめん、台湾つげ。あ、台湾つげ、台湾つげ、うん、これこんなでかかった。あ、上野の交換会だ。あ、安かったんだこの木。まあ、買った時はほらこんな大きかったから、誰も声出さないでさ、はいはい、まあ、見た時、あ、これは小さくなるなと思ってさ、刈り込んで、うん、足元だけ使って。そう、足元がすごい、はい、あ、すごいですね。へぇ、うん、大木みたい。ああ、私これ衝撃ですね。私はこれ、これ衝撃。ちりめん、こんな大木、この足の粘りでこの曲ですよ。でやっぱりこういうふうに座の太く小さく作るのには、やっぱり大きい木の木を買ってきて取り消すのが一番早いね。あの木がさ、結構太いでしょ。太いですね、この木なんかも。コマユミ、コマユミ、これ取り消したの。あ、今年取り消して、はいはい、もう完成。あ、今年ですか。うん、もう足元がすごい。このぐらいの大きなやつ。そう、大きかった。それでこれは所沢園芸の交換会で買って。あ、そうですか。そうですか。これも安かった。鈴木のりおさんのところですね。そうですね。だから、
こういう木だとみんな手出さないんでね、はいはいはい、持ってこないからね、あ、うん、すぐ帰っちゃったんですね、すぐ、うん、まあ、あれした時は取り消する前はみんなこのぐらい、ところざいがまだこういう小さいのやってないからさ、こういう木はないけど、上を見てさ、あ、それなら取り消すれば小さくできんなっていうんで、はいはいはい、チートとそれにする？私これ、私これにします。何二人で来てるんだよ。いやこれね、これ鉢がまた春雄さんですね。高いんですよ今。やっぱ1曲あるとだいぶ違うんだよね。でこんな低い曲、あの後からつけられないですよね、うん、この太さになっちゃうと。うん、でこれほらちりめんっていうのをみんなご存知だと思うけど、つる製だから太りが遅いんだよね、太んないですね、これいいですね、ちんとさんそれあんまり温めないでよこれもいいですね、このちりめんも、あ、つるは伸ばしますか、伸ばさない、もう伸びたら、うん、刈り込んでいく感じです、うん、あと肥料、肥料はしっかりあげる、しっかりあげ、私の気を紛らわせようとしてますけど、私は違う冗談ですから、まあこれもほら角鉢に入れるともう少し見栄えが良くなると思います、ね、そうですね、これ今仮鉢に入れてあるから、まあ、こんな状態だけど、はいはい、うん、名の通った鉢に入れてあげれば世に出れるっていうか、はいはい、ね、ちりめんも葉っぱがちっちゃいですね、あのちりめんでもねやっぱ葉が違うんですよ、あるんですよ、うん、ちっちゃいのと大きいのと、あ、大きいのはねちょっとこうよれたりなんかする葉っぱがあるんですよ、葉がね、ちょっとこういう周りが よれたよれちゃったりするのがあるんですけど、葉もいいですね、だからちっちゃくできるんですよね、葉性も大事なんですね、葉性も大事ですね、葉性が一番大事だよね、大事ですよね、ちりめんはね本当気をつけないと、あるんですよでかいのが、太ってたのが特にそういうのは太りやすいんで、こっちはほとんど雑器ですよね、普通ほら今あの落葉してるからこういうふうにまとめても大丈夫だけど、はいはい、あのこれが春先になって芽が吹いて葉がもう少し開いちゃうとこんなに詰められないから全体で棚葉使っちゃうから、無心拍を室に入れる理由ってやっぱ大きさもあるんですか、いや葉っぱ、葉っぱだよね、あんまりほら焼かせたくないからさ、なるほど、ここすごいっすよ ね、 ね、さっきピューさん見てたこれサルスベリー110個か、サルスベリーでそういう作り方っていうのは、あ、これまた変わった、武藤じゃないかな、あ、武藤ですね、夢ですね、武藤さん、はい、見てすぐ分かる、武藤さん、え、あ、それもすごいですねあ、これ置いときましょうか、鉢もかっこいい、それは同志田慶心、この人も有名だよね、そうですね、鉢に心、心ですね、うん、やっぱし持ち込みだよね、うん、持ち込まないと座も良くならないし、古さも出てこない、味がない、うん、いいですね、これも取り木、取り木、うん、でそこから枝細かく作っていったそうっていう感じですか、うん、取り木する前にある程度も剥がり剥がりして枝を密にさせるために剥がりは十分行って、うん、それは楓ですか、楓ですね、楓とモミジもありますよね、うん、楓とモミジだね、ここは混ざってる感じです、うん、モミジはこの辺だよね、座がいいでしょう、やっぱりこれ持ち込みだよね、こういう小さい鉢で持ち込むと座がどん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 、もう結局なんていうの、小さいこの器の中であれしてるからさ、この根がどん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 動こうとするんだけど動けないから、うん、やっぱりこういうふうに 横に出てくる、うん、あ、そうなんですか、そんで太ってくる、これで2年ぐらいかな、大きさはだいたいそのぐらいでずっと維持ってことですね、そうそうそう、で植え替えはしてますよね、うん、植え替えするけど俺植え替え嫌いだからさ嫌い3年に1遍ぐらい、あ、そうなんですか、うん、これだけあったらね、だからね余計あれなんでね、あの規制が上がらないよね、あ、やっぱし根をきれいにしてあげて新たに根を張らして、はい、あれするとやっぱしこういう枝ももっと出ると思うんだ、これだけあったらでも、まあ、大変ですよね、大変ですよね、大変ですよね、え、先ほどのは何ですか、え、根が張らないから太るんですか、
うん、あんまりほら、あの柱下と細くなっちゃうじゃない。ああ。これ小さい木に置いとけば、はい、あの鉢に置いとけばさ、はい、もうそれ以上ほら伸びようとしても伸びないじゃない。伸びない。はいはい。それで太るってことですか。そうすると、はいはいはい、根が太るってことですか。うん、そうそうそう。まあこういう幹はやっぱり成長は遅いよね、こういう小さい鉢に入れる、入れとくとやっぱりダバチで管理した方が、ほんで枝なんかももっと密になる、うんうん、ということで今日は小宮さんのお棚拝見、お棚昼散歩ですね。昼散歩でした、ね、前回の大野さんに続いて愛好家の昼散歩勝手に名前使ったんですということでやられましたので、次回は今度木作りの方を勉強したいと思います、はい、教えていただくと、はい、ありがとうございました。違うの、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。結構長かったですよね。長かった。で、取ったんだ。ここなんか避けてます。ここ避けてます。避けて。あ、これ最近やられたんですかね。ですか。これはいつ、うん、最近ですか。12月。ああ、じゃあ最近ですね。ちょっとわかんなくなってますもんね。手入れしてます。これはやっぱりこのぐらいの。ああ、30センチぐらい。すごいですね。あれじゃちょっと長いかなっていう感じだけど。はいはいはい。昼間流全然まだまだ甘ちゃんでした、ね、甘ちゃんここまで負けないですここまでいけないから全然甘い、甘いですね。だからそこを勉強したいんですよね。ド S じゃなかったもんね。ド S じゃないってまだまだ甘いまだまだでしたか。これわかんない。本当にわけわかんなくなってます、うん、もうちょっとなんかくちゃくちゃちゃんこになってます、ね、もうちゃんこですもんね。やっぱどうするか決めて曲げてるわけじゃないっておっしゃってましたね、うんうん、もうだからいろいろ面白いものができる。そうなんですよね。まあその作り方は次回、そうですね、ご覧ください。はい、ひるまさんがいるんですね。私は勉強して、あ、いやいや、次回っていうのは、あ、しんとさんはやります。やります、ね、やっちゃいます、今回ですね。今回っていうか次回、こういう多分割れたところがまたこう味になるんですよね、うん、こういうね、うん、だからね、保護してないですもんね。うん、そう、あれは保護剤は塗ってる、あ、塗ってますけ けど、うん、そこがまた味になるってことですよね。ゴムとかラファイアとかをやらずに、そうですね、折れたところも生かす、生かすってことですよね、うん、作り方が、はい、はい、ご期待ください。ご期待ください。楽しみです、はい、あれから